前回のあらすじ、スネークヘッドのサンナプルクラを我が家に迎え入れました。サンナプルクラのために真摯に水槽を立ち上げました。いざ新居へ。早く新しい環境になれると良いですね。正面の絵面がとても可愛いですね。それでは本編に参ります。今回はキャンナプルクラに初めての餌やりします。我が家に迎え入れて2日目。丸一日餌を我慢しました。果たして我が家の餌を食べてくれるでしょうか。ポリプテルスの好物、ミミキャットをあげてみます。寄ってきた。餌もらえるの分かってる？投入。追ってる追ってる。カメラ間に合わず。ショップでは冷凍赤虫をあげてたらしいですが、パンも躊躇もなく食べましたね。あとはお腹いっぱいあげるだけです。くれくれがすごい。あ、完全に気づいてません。あれ？匂いは気づいているようですが、発見できないようですね。ここだよ。投入。瞬殺ですね。落ち着きがなくなってきました。食べてくれました。お米も難なく食べました。食べるの下手ですね。あ、気づいた？2個目をようやく食べました。
ました。ちょっとお腹がぽっこりしてきましたね。どんどん動きが鈍くなってきました。そろそろお腹いっぱいでしょうか？気づいて餌を加えました。のようですね。このまましばらく睨み合いが続きます。ご視聴ありがとうございました。